前回の動画でサブチャンネルのしほりみ研究室でしほがスマホで編集した動画を公開する告知をしました。バイバーイ。なんだろう、ボンジュースでーすみたいな。ボンジュースボンジュース何ボンジュースボンジュースしほですボンジュースボンジュースボンジュースリミちょっとリミそろそろ撮影するよ。リミ危ない。変なっちゃった。大丈夫だよ。ん？やばい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 。ほぼ見て。私光学習でね、使ったもの、窓やばい、窓入った。お弁当とかも全部窓入ってる。どうしよう。いつのやつ？6月。1ヶ月前くらい。1ヶ月前くらい。やばい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 。なんか腐ってそうな。なに？やばいよ。マリー、なんかお弁当そういえば、ないなと思ってて忘れてたけど、出してなかったの？出してなかったみたい。ちょっと臭いか。やめてー。まいよ、それも食べられてんじゃん。リップ開けてごらん。やだー、ちょっと待った、どうだ、やだー、ママ開けんの、やだー。じゃあリミ勇気出して開けてみる。開けるよ。片付けなくちゃダメじゃん。リミしか、ちょっとごめんなさい。ごめんなさいじゃないでしょ。失礼しました。大丈夫リミ。承知。これで開けてみんの？うん。でもちょっとマスクいるかも。あ、私も同じの持ってるからしよう。落っこちてた。ヘアバンドの上からしちゃって。どうする？マスクする？しない。多分臭いよ。する！これ隙間すごいじゃん。隙間すっごいよ。あとここも隙間あるの。リミ目だけ。リミ目だけ。目でマスクどうだよ。ショッカー。開けてみる。なんか入ってる。これで入ってなかったらやばい。なんか納豆の匂いがしたけど。やばい。やっぱマスクする？大丈夫。大丈夫。これ私の誕生日にさ、リミがくれたんですよ。リミは自分のお金。何これ？え？いやーの、なんかやだ。なんか本当に納豆の匂いがする。やばい。なんかある、なんかある、え、なんだ、なんかって、え、わかんない、なんかね、黒い納豆、なんか黒い納豆の匂いがする。納豆食べてないんだけど。
肌ほんと黒いよ。もう黒くない？閲覧中。ほら、黒くない？うん。あ、ここ？うん。あ、なんか臭かった。やばい。どうなの？それで。もう一段開けてみる。この時、私たちはまだ知りませんでした。この世には開けてはならないパンドラの箱があることを。責任。なんでパパ、パパこれからお弁当の時作ってくれんの？ねえ、そういうことでしょ。パパ。だめ。じゃあ指差しで切るよ。指差しパン。そう。カバに決定。もし話題でやってます。パパ。パパ。全員パパだから。本当だ、パパだって。なんかマスクしてもらってください。お弁当が買ったばかりの新品みたい。はい、ということでね、皆さんもね、校外学習のね、カバンをチェックだ。そんな人いないわ。いないね、確かに。でも私ぐらいでもね。カキ。はい、ということでね、チェックして、あのお弁当が出てきたらぜひコメント欄でコメントよろしくお願いします。はい、カキないけどね。バイバーイ。バイバーイ。